か開けるの別にいいじゃん。違う人になってるじゃない、びっくりしたね、さすがに。お兄ちゃんじゃない、もう一回抜けてなかったの。うん、一回抜けてなかったの。網戸、雨戸か。本当にここの辺ですぐ入れ替わるよね。うん、だから気兼ねがなくて。あ、下落ちた、拾え。ちょっと目つぶってて、うん、これ虫除けする、はい、やっついた方がいいよ。ありがとう。バンボンボンバンボン、虫除けスプレーするの、ちょっと買ったの。ババ除けスプレー、テープがついてるから、これちょっと残すか。え、虫たちみんなで横につけないから心配でしょうないわ、毎回朝から筋肉が二人の声が聞こえてきたから散歩がいるね。どこの、ね、ちょっとおばちゃんの、あ、でもいない子でもいつもの窓開けてるから。なんか喧嘩してんの？あ、いや、もう普通に楽しそうに会話してる。いつも抜けてんの。ただ本当かわいい。よし、アンディ君とかさ、うちの犬可愛がってくれてたのに、ね、いなくなっちゃったの。多分見なくなったから、いなくなっちゃった。なんか地方から来たっつってたからな。引っ越しちゃったんじゃないの。うん、なんかあったのかな、うん、すっげえ優しい人だった。なんかここら辺ですぐ引っ越すイメージがある。うん、すっごいいいお兄さん、優しいいいお兄さん。どうしたの？リードが取れた。拾ってくれ。どれや。バード。そういうことがあるからね。絶対ダブルリードだな。大網リード。あったことない大型犬の。すげえ筋膜で吠えてて。うん。ママさんがなんかあたふたしてた。でもきっとお利口さん。暑い。暑い。俺、うん、うんちゃんしたら帰るでしょ。うん、あ、ここ一周で終わりかな。ちょっとうちが動かない、暑すぎて。俺がもう帰りだ。あ、忘れちゃった。あ、これ忘れちゃった。ピッてやるぞ。ったポンちゃん舐めないよ、汚ないよ、汚ないよ。超ワニキの続編が出る。ハラハラゲームだな。当たってんじゃん。ハラハラじゃねえ。ビクビクゲーム。帰ろうぜ。もう帰るよ。もう帰るよ。ババ。一人で帰れば家入れるよ。もう充電器持っていくらよかった。なんでもう一周じゃん。ポンちゃんもう終わり。そこダメ。充電持つかな。じゃ何が？よくないでしょ。ではこれで飯を食うんだ。でもさ、これが本当にちょっと現実になって面白いよね。行くと思わなかったでしょ。俺も全然登録者数増えないであると思った。さ、突っ張り方方式のさ、細いスリム型のさ、うん、下駄箱。うん、あ、ぼやけた。
そうっていうか引きを叩いてる人が。ネットで顔が分かんないと痛いもんね。うん。そのね、叩くのは投票前だったらいいと思うよ。結果出てからさ、なんか確信を持って暴走叩いたあいつら、それがすげえ卑怯だと思う。2位だったのがよっぽど嫌だったのかな。わかんないけど。どっかの刺客に。もう一回ほら、ほら。でさ、今さ、なんか投票したやつがバカみたいな流れになってんじゃん。でそれで投票したやつもすげえ叩いてるじゃん。それはちょっと違えだろって思う。大丈夫だよ、ゆうこが当選したことに対してみんな都民バカって言ってるじゃん。うん。そのゆうこさんに対して、まあ、言うんだったらもうなんとなくわかるけど、うん。やべえ、超ピント合わねえこれ。帰ろうぜ。まだあんの？一回作ったら同じとこに作るよ。スズメバチ。怖っ。電車でさ、寝てるおばあちゃんの膝のところにさ、スズメバチがひっついてる画像があったけど、怖っ。おばあちゃん起きたら大変なことになるんだよ。まあ大丈夫だと思う。まあね、オオスズメバチじゃなければ大丈夫だと思う。基本的に何もしなければ。雨のでかすぎてちょっとビビる。スズメバチでけえから、ね、画像でもでかさが分かる。もうおばあちゃん刺されてんじゃないよってみんなリクエストで刺されてたら大変だよ。うん。年配とかあるんじゃないけど、あのスライショット出そうだよね。出ると思うよ。この辺なんかスズメバチ多いから怖くてさ、もうスズメバチが外来だよね。うん。韓国だかどっかの。スズメバチが国産で。黄色スズメバチが国産だったはず。みんな凶暴って言うけどそうでもないよ、黄色さんも。うん、オオスズメバチはマジで凶暴。もう殺しにかかってくるもん、あいつ。工房山で見かけるのあれスズメバチだから。うん。そう。食。うん。なんか触発しなきゃ大丈夫だよ。つっついたりとか。でも一応すれ違った人と挨拶した時に、うん、教えとく、うん。知らないよりはしといた方がいいかな。まあ。先のところにスズメバチいたんで。黄色はまだ大丈夫だよ。オオスズメバチはマジでね、無理。うん、言っといた方がいいじゃん。うん、知らないよりはさ、知ってんだったらさ。そう、だから多分ね、この山のは多分ね、最初オオスズメバチかと思ったけど、多分あれスズメバチが普通に何もしてこないから。オオスズメバチ何もしないのにあいつら一気に襲い来るからね。あの、クモのプーさんみたいな顔してるやつでしょ。ゲセネ。オオスズメバチだろ、なんかオレンジ色っぽいやつでしょ。あれは怖かったな。撤退したわ。しかも暑かったしな。スズメバチで撤退したの初めて。映像なんですよ。ピントが合わねえ。帰りますぞ。栗山もこの時期って涼しいのかな。標高1700分からんけど。33歳だったんだこの人。誰？アンナさん。若っ。男性だよ。下の名前見えてなかった。結婚もしてるよ。まあでも若そうな顔してる。